一生いっぱい繰り返してるわ。いやまあでも次負けてもまあ1時間やってるからまあまあ耐えみたいなとこある。ヨウヨウ弱そう。パーティーは弱そうな雰囲気出てる。パーティーはね、やばい、ちょっと病気だから病気だからなんかサーライト出せそうな気がする。ガラルファイヤー考えなかったらサンダー投げたいけど、サンダーガラルファイヤーに負けそうなんだよな。投げるか。いやでもサンダー投げるなら、いやでもさすがにこうか、これでいいか。いきよーす。アーマーが鬼の出し勝ち。鬼の出し勝ち。誰で受けるんだこれ。ボルチェンでいいか。突っ張ってこねえだろさすがに。やばい、なんか突っ張ってきそうな雰囲気ある。おーい、おい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 いや、わかんないなぁ。あ、羽休め持ってんのね。はい。これでもアーマーが高速移動しても3だ。え、これ高速移動することで素早さ換気を逆転させて。え、なにこれ、ごつめ高速移動。上から羽休めして3打潰すみたいなやつ。これ多分、アーマーが高速移動してもスカーフサンダー抜けてないんだよけど。で、ここボルチェン打って耐えられるとやばいから10万打つ、さすがに。よし。あれ？あれ？ここカプリヒレなんすか？サンダー落ちたらやばいかこれ。じゃ、いや落ちてもミミッキーで詰めれるからいいや。10万。おい、これ弱点大きいやん、これ。おい。おい。怪しくなってきたて。いや、さすがにいけるか。
剣舞ウォール大フォローでいけるはず。剣舞ウォール大フォローで多分裏が何だったとしても勝てる。何これ大最高、大フォローゴーストダイブでいいか。いやでもゴーストダイブは大フォール打ちたくねえな、打たなくていいんだったら。いや落ちなかったらうざいから、さすがに。そういやレヒレってエスパー技覚えんのな。これ媒体の技なんだ。確かに大サイコってね、アシストパワー、ああエスパー技搭載してるレヒレいないからね。基本ミズフェアリー氷だけだから。弾でもいけるかな、レヒレ硬いし。弾で使うんだったらメガネの方が強そう。えいまあ、アーマーがいないから、まあ、多分止めれないはず。ファイヤー、オッケー、まあ、フェアリー言って勝ちかな。おい、ちょっと待って、あ、でもミストフィールドか、あ、違う違う、サイコフィールド乗ってるからやばかったわ、これ。相手、相手サンダーガンダムやん。いや、マジで。全員電気弱点なんだけど。いけてるこれ。まあ、なんとか勝ったんで、続行。なんで俺がサンダー出さないと思ったんだ。バンギーぐらいしかいなかっただろ、サンダーに強いの。高い。